ナマステヨギさん、お元気ですか？レッスンを始める前に自家製の野菜洗浄スプレーの作り方をご紹介しましょう。ご存知のように、お店に並べられている野菜や果物はきれいに見せたり長持ちさせたりするために殺虫剤や殺菌剤、ワックスや保存剤などたくさんの化学薬品で汚染されています。これらの化学薬品は、生殖障害や発達障害、さまざまながん、肝臓や腎臓の障害、アルツハイマー病、パーキンソン病、そして児童の多動性障害や自閉症など、さまざまな疾患と関連性があることが分かっています。健康に良いと思って新鮮な野菜や果物を食べても、それらと一緒に危険な化学薬品を摂取しているので、実際は体に害を与えているのかもしれません。それではどうしたらいいのでしょうか。自分で野菜や果物を栽培するのが最もいい方法ですが、すべての野菜や果物を 100% 栽培するのはなかなか実現できることではありません。野菜や果物を剥くのもある程度役に立つのですが、現実的ではありません。例えばブルーベリーやイチゴなど、どうやって剥いたらいいのでしょうか。もう一つの手は野菜洗浄スプレーを使うことです。市販のものを買ってきてもいいのですが、自分で作ることもできます。自分で作る場合はレモン汁を大さじ1杯、ベーキングソーダを大さじ1杯に、お水をカップ1杯程度使います。それを混ぜ合わせるのですが、私はこのボトルを使ってます。これは何年も前にお店で市販で買った野菜スプレーのボトルです。で、自分で作り方を覚えてからはずっとこのボトルを使って、この中で混ぜて、振って使っています。自分で作るとこのボトルを毎回買わなくても済むので、ゴミも出ません。コストの節約にもなりますし、環境にも優しく、家族を有害な物質から守ることができるので、一石二鳥じゃなく一石三鳥です。作ってからどうするかと言いますと、野菜や果物にこのスプレーをたっぷりと、撒いてから、2、30秒ゴシゴシ洗います。そして最後に水洗いします。または野菜や果物を5分ぐらいこの液体につけておいても結構です。葉野菜など洗いにくいものはつける方が楽かもしれません。そこで今日の質問ですが、どの野菜や果物が一番化学薬品で汚染されているでしょうか。わかる方、または当ててみたい方はコメントのところに記入してください。インターネットで調べてみても結構です。普段食べている野菜や果物にいかにたくさんの化学薬品が使われているかに驚かされるかもしれません。はい、ではヨガを始めます。おーん、サハナババトゥSahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavaditamastu mavidvishavahai Om shanti shanti shantihi。今日のお話はヨガのニヤマ、寛解の一つ、三等車のお話です。三等車は知足、足るを知ることです。自分の持っているものや自分に与えられた宿命に満足するという意味です。いつものようにヨガスートラには何と書かれているか、まずご紹介します。知足を通じ無常の幸福を獲得する。短いですが意味の深い言葉です。かなり前の話になりますが、
一度アメリカの億万長者がテレビでインタビューされているのを見たことがあります。番組の前半では彼が今までに蓄積してきた財産を見せていました。いろいろな国にある別荘、数々の自動車やヨットや他の乗り物、高級な家具や置物、その他信じられないほどたくさんの物品が登場しました。旅行に行くときはプライベートジェットを乗り回し、どんな雑用も頼める召使いもいました。番組の終わりにレポーターがその億万長者に対し次の質問をしました。生涯を通してものすごい財産を集めましたね。誰が望んでも望みきれないぐらい、いやそれ以上にたくさんの財産を集めました。これだけたくさんのものを所有していてもまだ物足りないと思うもの、さらに欲しいというものはありますか？その億万長者は自慢げにこう答えました。ありますとも、僕はフォーブスの億万長者リストでまだ4位なので1位になりたいです。インドの経典バーガバッドギータにはこう書かれています。欲望、怒り、渇望という地獄に至る3つの門がある。人間の欲望にはキリがありません。お金持ちや有名な人のことをニュースで見ると不幸せな人が多いことに気がつきます。離婚をしたり、麻薬やアルコール中毒になったり、訴訟や犯罪に巻き込まれたり、個人的なトラブルをマスコミに取り上げられたり、中には自殺をする人もいます。必要以上の物品を持ちながらも常に自分と他人を比較し、誰かが自分よりもたくさん持っていると自分ももっと欲しくなります。快楽を幸せだと思い込んでいる人は快楽を得るために幸せを犠牲にします。彼らの中には頭のいい人が多いのですが、幸せを得る秘訣をまだ発見していません。いや、それよりも幸せの意味がまだ分かっていません。幸せの意味が分かっていれば、それを手に入れる方法が自然に明確になりますから。快楽はこの世のものであり、幸せは一つの意識です。幸せをつかむ秘訣は、欲しいものをすべて手に入れることではなく、欲しいと思わなくなることです。この世で最も豊かな人はシンプルなもので満足できる人です。ローマの哲学者セネカの名言を思い出します。最高の裕福は欲望のないことである。裕福になりたければ欲望をなくしなさいということです。ヨーガスートラでも説かれているように、幸せとは気の持ち方です。一つのチョイスなのです。日常生活の中で身の回りにあるもの一つ一つに美を発見できれば、自分がどれだけ恵まれているかに気づくことができます。身の回りの人たち、住んでいる家、毎日の食事など、すべてが自分に与えられた神聖な宝物なのです。そしてそれと同時に、すべてが無意味であることにも気づく必要があります。無意味とは、すべての物品が私たちの人生の舞台の小道具であり、私たちの本来のアイデンティティではないということです。五感で察することができるすべてのものは移りゆくものです。どんなに財産があっても、あるいはなくても、それは私たちが自己実現の道を歩むために用意された些細な二次的な要素でしかありません。感謝はしてもしがみつかないことが大切です。真我を発見することで、私たちはどんなにお金があっても買うことができない永遠の幸せを手に入れることができるのです。それでは立ってアーサナを行いましょう。
準備運動から始めます。交互に腕を上げます。息を吸いながら右腕を上げて上を向き、吐きながら左腕を上げて上を向きます。これを両サイド10回ずつ行いましょう。目を閉じながらできる人は目を閉じて意識を内側に向けます。終わったら両腕を下ろします。次は心臓のための運動で、ヨガジョギングと呼ばれています。動く速さはご自分のペースで調整してください。まず説明をします。両手で親指を内側にした肩骨を作り、胸の上に置きます。この運動には4つの部分があります。1つ目は膝を前に上げます。歩くペースでも走るペースでも結構です。2番目は足を横に蹴り出して歩くペースか走るペース、そして3番目はかかとを後ろに蹴り出します。これもご自分のペースに合わせて行ってください。この3つの運動をそれぞれ30秒ずつぐらい行います。終わったら心臓や呼吸が速くなっているはずです。足を広めに開いて手を膝の上に乗せ、鼻から息を吸い、口からはぁという音を立てて強く吐き出します。これを8から10回ほど繰り返します。呼吸と心臓の鼓動をできるだけ早く正常に戻すのがゴールです。それでは始めましょう。両手を胸の上に置き、膝を前に上げます。ご自分のペースで行ってください。次はかかとを横に蹴り出します。次はかかとを後ろに蹴り出します。きついという人はいつでもペースを落としてもらって結構です。はい、やめましょう。足を広めに開き、手を膝の上に置いて、鼻から吸って口から吐きます。8から10回繰り返してください。意識的に呼吸や心臓の鼓動をできるだけ早く正常に戻します。終わったら立ち上がります。そのまま背中の後ろで手を組んだ後屈に入ります。足を少し開きます。そして吸う息で後ろに反ります。走るペースでヨガジョギングを行った方はまだ心臓や呼吸が早まっているかもしれません。この時間を使って意識的に正常に戻します。息を吸いながらゆっくりと起き上がり、吐きながら前に倒れます。背中の後ろで腕を上げても結構ですし、背中の上に置いたままでも結構です。ここで呼吸を深めていきます。
息を吸いながらゆっくりと起き上がり、吐きながらリリースします。次のポーズはナタラジャーサナ、またはダンサーのポーズです。いつものように壁を使いたい人は壁に動いてください。まっすぐ立ったバージョンと前に反ったバージョンがあります。左手で左の足首をつかみ、右腕を上に伸ばします。ベルトを使いたい方は左足にかけて左手で持ちます。ここで右腕を前に伸ばしても結構です。そしてまっすぐ立つか、上体を前に倒しても結構です。もう少し難しくしたい人は後ろの足を蹴り出すようにして、左手で引き止めるようにすると背中にもっと感じます。目の前の一つの動かないポイントをじっと見つめながらポーズをキープしましょう。このポイントのことをドリシティと呼んでいます。息を吸いながら起き上がり、吐きながらポーズをリリースします。反対側を行います。右手で右の足首をつかんで左腕を上か前に伸ばします。さらに難しくしたい人は前に反るか、後ろの足を蹴り出すようにし、右手で引き止めるようにします。また一つの動かないポイントをじっと見つめながらポーズをキープします。息を吸いながら起き上がり、吐きながらリリースします。次は肩のストレッチを行います。右腕を上に上げて肘を曲げ、左手で右肘を後ろに押します。気持ちいいストレッチを感じながらここでキープします。肩だけでなく胴体にも気持ちいいストレッチを感じているかもしれません。吐く息でポーズを解放しましょう。反対側をやります。左腕を上げて肘を曲げ、右手で左肘を後ろに押します。左腕や肩、胴体にストレッチを感じながらポーズをホールドします。このようなストレッチは毎日行うことが最も効果的です。肩の痛い人は行けるところでストップしてください。息を吸い吐きながらポーズをリリースします。次のポーズはエッカパーダウッカターサナ、片足の椅子のポーズです。右膝を曲げて足首を左のももに乗せ、左膝を曲げていきます。手は合掌にします。バランスをキープしながら左膝をいけるところまで曲げます。左膝を深く曲げれば曲げるほどバランスは楽になりますが、柔軟性と体力が必要になります。ドリシティポイントを見つめながらポーズをキープします。このポーズはバランス以外に足腰を鍛える効果もあります。息を吸いながら起き上がり、吐く息でリリースします。次は左足です。左膝を曲げて足首を右のももに乗せ、手を合掌にして右膝を曲げていきます。行きたいところまで行ったらドリシティを見つめながらポーズをキープします。息を吸いながら起き上がり、吐きながらポーズをリリースします。次はテーブルポーズになりましょう。
次は足のストレッチです。右足を後ろにステップして足の指を立てます。そしてかかとをぐーっとマットの方に押し込みます。もう少し感じたい人は右膝をマットから上げて、さらに体重を左のかかとに移します。ここでホールドします。このポーズはお尻の筋肉とハムストリング筋、ふくらはぎ、そしてアキレス腱をストレッチします。息を吸い、吐きながらテーブルポーズに戻ってから反対側をやりましょう。右足を後ろにステップして指を立て、右のかかとをマットの方に押し込みます。もっとストレッチを深めたければ左膝をマットから上げ、さらに体重を右の足にかけます。ここでキープします。陸上競技をやる方にはおなじみのストレッチかもしれません。息を吸い、吐きながらテーブルポーズに戻ります。次はサイドプランクというポーズの変形ポーズです。左足を後ろにステップして足の裏をマットにつけます。右の手首が右の肩の真下に来ているのをチェックしてから、息を吸いながらゆっくりと左腕を回し上げて上を向きます。左手の指はピンと伸ばします。もう少し難しくしたい人はここで左の足を上げても結構です。上げる場合は足がマットと平行になるようにします。さらに難しくしたい人は目をつぶります。ここでキープしましょう。息を吸い、吐きながら左手と左膝をマットに戻します。テーブルポーズになります。準備ができたら反対側を行います。右足を後ろにステップして足の裏をマットにつけ、左の肩が左の手首の真上に来ているのをチェックします。息を吸いながらゆっくりと右腕を上に上げ、手の指は開きます。視線は上の方を向きます。さらに難しくしたい人は右足を地面と平行になるまで上げます。目を閉じても結構です。少し難しいけれど難しすぎないところでホールドします。息を吸い、吐く息で右手と右膝をマットに戻してリラックスしましょう。次はパルスババラーサナ、ねじったチャイルドポーズです。息を吸いながら右腕を大きく回し上げて上を向き、吐きながら右腕を左腕の下にくぐらせ、右の肩をマットに近づけて左を向きます。ここでキープしても結構ですし、左腕を上に上げたり背中の後ろに回したりしても構いません。気持ちのいいところでキープします。このポーズは血液の循環を良くし、消化を助け、お腹の贅肉を取る効果があります。左手を上げていればマットに戻してから、息を吸いながら右腕を大きく上に回し上げて上を向き、吐きながら右手をマットに戻して休憩します。反対側をやります。息を吸いながら左腕を大きく上に回し上げて上を向き、吐きながら左腕を右腕の下にくぐらせ、左の肩をマットに近づけて右を向きます。ここでキープするか、右腕を上に上げるか、右腕を背中の後ろに回します。体の柔らかい人は、右手で左のももの内側がつかめるかもしれません。気持ちのいいストレッチを感じる位置でホールドします。
右腕を後ろに回している人は右手をマットに戻し、息を吸いながら左腕を大きく上に回し上げて、上を向いてから吐く息で左手をマットに戻します。楽な姿勢で座り、手首を振りましょう。手首の運動を行います。右腕を前に伸ばして指を下に向け、左手で右手を優しく手前の方に引きます。右腕の上の方にストレッチを感じていると思います。ここでキープしましょう。一旦左手を離し、右手の指を上に向けてから、また左手で右手を引き寄せます。今度は右腕の下の方にストレッチを感じると思います。終わったら左手を離して右の手首を振ります。反対側をやります。左腕を前に伸ばして手の指を下に向け、右手で左の手を引き寄せます。次は右手を一旦離してから左手の指を上に向けて、また右手で左手を引き寄せます。今度は左腕の下の方にストレッチを感じていると思います。右手を離し、左の手首を振ります。次はヨガクランチを行いますので、マットに仰向けになりましょう。両膝を曲げて、まず足を腰幅ぐらいに開きます。肩の痛い人はここで両腕を真上に伸ばします。他の人は頭の上に両腕を伸ばします。息を吸って吐きながら両手を膝の間に持ってきます。お腹に圧迫感を感じながら腰を上げないのがポイントです。息を吸いながら両腕を上げ、吐きながら両手を膝の外に持ってきます。呼吸に合わせて内側、外側を10回ずつほど行います。肩の痛い人向けのバージョンをデモンストレーションします。両手は真上まででストップし、顔の向こう側に行かないようにします。お腹の贅肉を取りたい人には最高の運動です。そして背中を強くする効果もあります。このように腰を上げずにこの運動を行いますと、背中を痛めずに普通の腹筋運動と同じぐらい効果が得られます。10回ぐらい終わったら両膝を体に抱え込み、左右に揺れて背中をマッサージします。次はマットに仰向けになります。ベルトをお持ちの方はご用意ください。
ベルトをお持ちの方は右足にかけます。お持ちでない方は足のどこをつかんでも結構です。両手でベルトか右足を持ち、右足を顔の方に引き寄せます。この時右膝はできるだけ伸ばすようにしてください。ここでホールドします。次は右足を右の方に開く運動です。右手で右足の外側を持って開いても結構ですし、ベルトを使いながら右手で右足を右に下ろしても構いません。一緒にやりましょう。右足をゆっくりと右の方に下ろして、顔を左に向けます。左腕を頭の上に伸ばしても結構ですし、腰に当ててもいいです。または真横に伸ばしても構いません。気持ちいいところに置きます。右膝はできるだけ伸ばします。息を吸い、吐きながら中心に戻ります。反対側をやります。左手で右足の外側をつかむか、左手でベルトを持ちながら吐く息で右足を左の方に下ろしていきます。顔は右を向きます。右腕は頭の上に上げても、腰に当てても横に伸ばしても結構です。ここでリラックスします。息を吸い、吐く息で中心に戻ってからポーズをリリースします。反対側を行います。左足を上げ、両手で左足をつかむか、または左足にベルトをかけて左足を顔の方に引き寄せます。左膝はできるだけ伸ばすようにします。次は左手で左足かベルトをつかみながら、左足を左の方に下ろしていきます。顔は右に向け、右腕は気持ちのいいところに置きます。吐く息で中心に戻ってから手を変えます。右手を左足の外に置くか、右手でベルトを持ちながら吐く息で左足を右の方に下ろします。顔は左を向きます。息を吸い、吐きながら中心に戻ります。ベルトを使っている方は、次は右足をベルトに加え、両足をベルトを使って横に開きます。ベルトのない方は足の外側を掴んで足を横に開きます。膝が伸ばせる方は伸ばします。ご自分に合ったバージョンを選んでください。両足の内側に気持ちいいストレッチを感じていると思います。
息を吸い、吐く息でリリースします。ベルトを取り外します。両膝を開いて足の裏を合わせ、両手で足をつかみます。そして足を体の方に引き寄せます。これが難しすぎる人はベルトを使ってください。両足にベルトをかけ、両手でベルトを引っ張ります。またはもう少し難しいバージョンを試したい人は、両腕で両足を抱え込むようにしても結構です。お好きなようにホールドしてください。吐く息でポーズをリリースします。両手で膝を抱え込み、2、3回横に転がりましょう。次は足首の運動です。まずは膝を曲げて足の裏をマットにつけ、右の足首を左ももに乗せます。そして足首を両方向に10回ゆっくりと回します。終わったら上下にも10回動かします。右足が終わったら左足にも同じことを繰り返します。終わったら左の足をマットに戻します。次はヴィパリタカラーニ、または逆転のポーズというポーズを行います。次の3種類の中から1つ選んでください。1つ目は背中をマットに置いたまま両足を伸ばし上げ、ここでキープします。2つ目はこのポーズを壁で行います。壁にお尻を当てて横向きに寝てから、片足ずつを壁に回し上げます。3つ目はフルのヴィパリタカラーニです。両足を頭の上に蹴り上げてから、両手でお尻を支えます。首を怪我しないように真上を向きます。もう少し難しくしたい人は足をもう少し高く上げます。今日は1分ほどホールドしますが、ご自分でやる場合は3から5分が理想的です。または慣れてきたら15分ぐらいホールドすると、さらに効果が期待できます。ヴィパリタカラーニのヴィパリタというのは逆転とか逆さという意味で、カラーニは行動とか行いという意味です。このポーズは血流を良くし、血圧を正常化し、体の緊張を解き、ヒンドゥー教の経典には体を永遠に若く保つとも書かれています。ストレスを感じている時やヨガクラスの最後に行うには最適なポーズです。壁に寄りかかっている人は片足ずつを回すようにして下ろします。フルのヴィパリタカラーニを行っている方は、両手でお尻を支えながら両膝を曲げて、ゆっくりとお尻をマットに下ろします。ゆっくりと起き上がってから瞑想の体勢に入ります。今回のレッスンの始めに、どんな小さなことにも感謝する大切さについてお話ししました。精神訓練により、感謝の気持ちが全く湧かない人にも感謝の心を芽生えさせることができるのでしょうか。あるいはすでに感謝の心を持っている人に、さらに感謝の気持ちを深めることができるのでしょうか。できます。
それをこれから行います。感謝の心育成法と名付けました。これから数分間、心を感謝の気持ちでいっぱいにします。今の生活で自分が感謝すべきであることを一つ一つ考えます。身の回りの人たちや住んでいる家、働いている仕事、食べ物など、これらは誰でも思いつくものですが、今日はもう少し深く考えます。例えば、自分のゴミを毎週収集してくれる人たちに感謝をしたことはありますか？あるいは、自分が食べる野菜や果物を受粉する蜂、あるいは、暑い日は日陰を作り、庭の侵食を防ぎ、呼吸に欠かせない酸素を作ってくれる裏庭の木に感謝をしたことはありますか？感謝すべきことをできるだけたくさん考えます。紙に書きたい人はペンと紙を用意してもらっても結構です。この訓練は朝起きた時や寝る前、その他いつでも行うことができます。時計を1時間おきに音が鳴るようにセットし、鳴った時はやっていたことをすべて中断して、目を閉じて感謝の心を持つという素晴らしい修行をしている人に一度会ったことがあります。今日は数分間だけ行います。まずは楽な姿勢で座ります。シャバーサナになってもいいですし、椅子に座ってもできます。目を閉じ、背中をまっすぐにし、手を膝の上に置くか、シャバーサナになっている人は手を体の横に置きます。2、3回深呼吸をしましょう。それでは始めます。自分の人生でどんなに小さなことでもいいので感謝すべきことをいろいろと考え始めてください。次々に浮かぶはずです。例えば自分の着ているシャツ一つでも誰かがボタンを作り、誰かが生地を作り、誰かが糸を作り、誰かが自分のためにそれを縫い合わせてくれました。誰かがそれを配達し、誰かが自分にそれを売りました。今の自分があるのも、たくさんの人や状況や物事のおかげです。やめるように言うまで続けてください。
それでは終わりにします。何度か目をパチパチしてから目を開けます。いかがでしたか？何か新しい収穫や発見はありましたか？今回は最初にヨガジョギングを行いました。中には違和感を感じた人、あるいは難しいなと思った人もいるかもしれません。いろんなスタイルのヨガがありまして、中にはかなり激しいのもあります。私のクラスは普通、もう少し穏やかで、ストレッチやバランスポーズ、あるいは呼吸法、集中力や、精神的訓練を中心としたスタイルを教えていますが、時にはこういうもう少し難しい心臓にいい運動も紹介していきますんで、覚悟してください。はい、では最後にシャバーサナに入ります。いつものように動画の停止ボタンを押してからマットに仰向けになります。そしてお好きな時間だけシャバーサナを取ってから、またいくつかストレッチを行って座ります。座ってからまた、開始ボタンを押してください。最後にマントラを唱えて終わりにします。手を胸の前で合わせます。オーム・サルヴェ・ババントゥ・スキナハ、サルヴェ・サントゥ・ニラマヤハ、サルヴェ・バッドラニ・パッシャントゥ、マカスチッドゥ・カバグ・バヴェット、Om Shanti Shanti Shantihi。 今日もありがとうございました。ナマステ。